さあいよいよファイナルクォーター第4クォーターに入ります。福井県立大学相手陣2ヤードからファーストアンドゴール。左に展開していたワリオシーは19番にパス、49番にパス、これを取りましてそのまま49番、19番でした、そのままエンドゾーンに体をねじ込んでタッチダウン。福井県立大学6点獲得し逆転となりました。見事タッチダウンキャッチを決めたのは19番の伊藤、宮水産高校出身の4回生。最上級学年のプレイヤーがここで決めて、そしてプレイヤーここでトライフォーポイントは2ポイントコンバージョン2点を狙います。しかしこれは体が飛んだ、右スプリントアウトからの決め打ちのパス、これを見事なパスカットでプレー失敗とします。6点止まり、福井県立大学11点、金沢大学7点、しかし福井県立大学逆転になりました。この優勝決定戦大変白熱した攻防になっております。第4クォーター入ったその最初のプレーで見事に福井県立大学逆転になりました。しかし金沢大学もその意地を見せるプレーを見せまして、その差4点でたどれております。必ずしもセーフティーでリードとは言えないこの得点、最後の最後で分からない展開になっております。福井県立大学ワイルダーズのキックからのスタートです。そしてその試合は福井県立大学のキックオフで再開する形になります。さあ金沢リターンに入った、中が抜けている、さあナイスリターンになっている。リターンが左オフタックルを駆け上がるように味方ブロッカー生かし、11番自陣40ヤードの位置を確保して、この位置からの金沢大学の攻撃に変わります。素晴らしいリターンを決めましたのは金沢大学11番の根岸。金沢大学もまだ試合を譲ってはおりません。自陣38ヤードからファーストダウン10。さあまず大プレーが入った、フルバックの突進にまず最初の射程を譲りました。切れ込むように約3ヤードのゲインとしています。セカンドダウン8、金沢大学セカンドダウン7、ボールオンは自陣41ヤードです。しかし素晴らしいランが出ました。オプションプレーのピッチを受けた4番、左オープン展開、レシーバーのブロックを生かして左オープン独走し、一気にエンドゾーンを落とすという状況でしたが、その際にわずかにサイドライン触れました。ここでプレー終了となります。しかし大きなゲインになっています。金沢大学ファースター、見事なラン決めたのは金沢大学4番の赤塚、水上高校出身。
関西大学相手陣28ヤードからファーストアウト。さあ中いった、これはいた、ナイス、ファースト。4番再び託されました、今度はハードオフ、中央味方ブロッカーの隙を抜きまして一気に攻撃権更新です。関西大学ファースト、ファーストアウト。さあ相手陣11ヤードに入りましての関西大学ファーストアウト。ここでアイフォーメーションからのブラストプレーを投入します。中央突破をパワープレーで展開しまして4番約6ヤードのゲインです。ここは4番赤塚の総力にチームの逆転をかけます。これを福井県立大学止めることができるでしょうか。金沢大学セカンドダウン4、再び赤塚だ、中央でラン、タッチダウン。この状況赤塚のランで取り返しました。中央のランペイを赤塚突破しましたが、しかしここでエアフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則果たしてどちらのチームにやったでしょうか。まもなく審判団からその反則の内容がコールされます。イニアルフォーメーション金沢大学トレードのペナルティセカンドの方へ。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でプレーを展開しました。正規に定められた位置取りでない状態でプレーをしました。従いまして先ほどのタッチダウンは無効、5ヤードバッタイシセカンドダウンやり直しとなります。この結果関西大学は自陣10ヤードからセカンドダウン9で試合再開です。これは止めた、ここでオプションピッチを4番に託しました。4番の総力にやはりかけております。しかしこれは福井大学、福井県立大学止めまして、このランプレー1ヤードロスに変えております。失礼、2ヤードのロスに変えております。結果金沢大学相手陣12ヤードからサードダウン11の状況になります。さあゴール前の攻防非常に白熱しております。ここでホイッスル、チームタイムアウト、金沢大学後半1回目です。ここで金沢大学が後半1回目のタイムアウトを取りました。白熱した展開になっております。第4クォーターに入りまして、そのカーキーのプレーで福井県立大学が逆転になりましたが、それを返す刀金沢大学が一気に再逆転を図らんとゴール前に迫っております。ここでゴール前の攻防で金沢大学がタイムアウトを取っている状況になっております。さあこのタイムアウトでどのような作戦を講じたでしょうか。試合再開です。相手陣12ヤードから金沢大学サーダウン11。これは福井県立大学止めた、
託したのはランプレーでした。しかしこれは踏みとどめました。52番フォースダウンに変わります。金沢大学エバーグリーン5ヤードほど前進です。さあしかしフォースダウン残り6ヤードの状況にありますが、ここで金沢大学がどのようなプレーでしょう。点差は4点、やはりプレーでいきます。フォースダウンギャンブル。さあ6ヤードの攻防、そしてエンドゾーンまでの攻防のワンプレー注目しましょう。止めた。ここでランプレーによる突破を図りました金沢大。しかしこれは福井県立大止めまして、フォースダウン失敗、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。攻撃権は福井県立大学に変わります。まさに意地と意地、力と力の攻防戦でした。結果的にこの状況を福井県立大学取り返しましたが、自陣4ヤードの攻防になります。福井県立大学自陣4ヤードからファーストダウン10。ここで中央のランプレー、福井県立大学もランプレーによってまず押し返しを図ります。キャリア20番、味方応援隊の力も生かしまして約3ヤードほどゲインしております。キャリア20番は宮脇、大津緑陽高校出身の1回生。福井県立大学セカンドダウン7。さあこの判定どうか。ターンオーバー、インターセプト。ここでパスプレーをチョイスした福井県立大学、しかしプレッシャーくんだがクォーターバック投げ捨てるように外へ投げましたが、このパスをしかし見事に奪いましたのは金沢大学6番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。素晴らしい判断でインターセプトしましたのは金沢大学6番のクォーター、岩田南高校出身の2回生。さあチャンスを取りました金沢大学、相手陣18ヤードからのファーストダウン10。そして中央のランプレー、好調な赤塚のランプレーです。それに託され期待に応えるように赤塚中央体をねじ込みまして約4ヤードのゲイン。金沢大学セカンドダウン6、ボールオンは相手陣14ヤード。これは天才止めた。クォーターバック1番オプションからキープレーを展開しようとしましたが、これは県立大学53番見事対応しロスタックル、約2ヤード押し返しております。見事対応したのは県立大学53番の松井、若狭高校出身の3回生。金沢大学エバーグリーン2ヤードほど交代です。金沢大学サダン8、サダン7。カウンターどう、クォーターバックと逆サイドに4番を発射しました。突破なるかというところでしたが、見事に県立大対応しております。フォースダウンに変わります。4ヤードほど前進しました。さあフォースダウン4の状況どうなるでしょうか。失礼、フォースダウン3に訂正します。金沢大学フォースダウンギャンブル。
振るか、粘る、押し込む、ギャンブル最高、ファースト止まるかと思われたランプレーオフェンスライン、そこで一気に怒涛のように突進、津波のように押し返しまして攻撃権更新です。金沢大学ファースト、文字通り総力戦でこれをフォースダウンギャンブル突破しました。相手陣4ヤードに入りまして、金沢大学ファーストダウン2ゴように左にランを展開しました。文字通り裏をかくプレーでしたが、これに福井県立大51番見事に対応、そのままファンブルフォースし自ら抑えて攻撃権奪取です。攻守交代ターンオーバー、値千金のファンブルリカは51番の伊藤、朝日の高校出身の2回生。福井県立大学の攻撃に変わります。自陣13ヤードから福井県立大学ファーストダウン10。ランが抜けます。ディフェンス殺到する中、見事なステップアクレスに抜けまして約4ヤードのゲイン。キャリア20番は宮脇、大津緑陽高校出身の1回生。福井県立大学セカンドダウン6。ここで中央ダンプレーを抜け出す。キャリア20番タックル受けながら見事に体を滑り込ませて約3ヤードのゲイン。3ヤードほど前進しました。そして中で倒れているため着実に時間も消化しております。福井県立大学サードダウン金沢大学攻撃権出しです。攻守交代ターンオーバー。この土壇場で攻撃権取り返しました。金沢大学相手陣23ヤードからのファーストダウン。パス不成功。ここでワイルドケットフォーメーションを投入しました。ランニングバック4番がそのままスナップを受けまして、しかしそこからパス、文字通りフェイクにフェイクを重ねたプレーでしたが、これは失敗です。ダウン1つしちゃってセカンドダウンに変わります。金沢大学セカンドダウン10。試合時間残り1分43秒。トスを受けた4番右オープン展開を図りましたが、これは県立大学4番が対応しまして、ノーゲイン。サーランドか、失礼しました、3ヤードのゲインです。ここでホイッスル。
ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っております。さあしかし白熱した攻防になってまいりました。試合時間残り1分26秒、金沢大学サーダウン7、ボールオンは相手陣20ヤードサーダウン9。時計回ります。堅実さえ止めた。オプションピッチ託したのは4番、しかしこれを53番見事下目のスタックフォースダウンに変えます。ここでホイッスル。金沢大ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。互いの意地がまさに凄まじい攻防になっております。優勝決定戦にふさわしい白熱の一戦が現在展開されております。その試合、ま、残り時間は1分9秒となりました。ここで金沢大学は後半2回目のタイムアウトを取りました。残り時間を鑑み、ここが勝負どころと判断します。しかしその状況はフォースダウン、残り1回の攻撃権、攻撃権更新、必要距離は12ヤード。このワンプレーにかけるでしょうか。福井県立大学は止めるでしょうか。試合再開です。残り時間1分9秒、金沢大学フォースダウン12。ここでホイッスル。チームタイムアウト、福井県立大学後半1回目。ここで福井県立大学が後半1回目のタイムアウトを取りました。金沢大学の勝負のワンプレーのフォーメーションを見まして、対策をここで講じるためにタイムアウトを取っております。互いの意地とそして知力すべてを投入しています。さあ残り1分9秒の攻防に注目しましょう。ボールオンは金沢大学相手陣20ヤードフォースダウン12。勝負のプレーです。さあここで投入するプレーは何でしょう。そしてこれを県立大止めれるでしょうか。さあクォーターバック右に流れる、レシーバーは3番固まっている、さあ構えている、投じるか、パス不成功。ここで一気にタッチダウンを狙うヘイルメリーパスを投じました。文字通りレシーバーに託したロングパス、しかしそのパスはオーバーソー。4回目の攻撃失敗予想で攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権は福井県立大学に変わりました。残り時間1分、県立大学ファーストダウン10。県立大学はフォーメーションをビクトリーフォーメーションと変えています。文字通り勝利に向けてのフォーメーション。クォーターバック、ここで時間を稼ぐようにしかし2段ランプレーとして終わらせていますが、ここでホイッスル。チームタイムアウト、金沢大学後半3回目。金沢大、ここで最後のタイムアウトを使いました。このまま時間消化されてしまいますと試合終了となるとし、タイムアウトを使います。
しかしここで金沢大学のタイムアウトはなくなりました。タイムアウトがなくなりましたので時計を止める集団はもう残っておりません。福井県立大学セカンドダウン15、2ダウン、時計を回します。中でボールを持った選手が倒れる形で膝をつきますとここでプレー終了です。そして中で倒れている場合は時計が回り続けます。これにより刻一刻と試合の時間はなくなっていっております。金沢大学にしかしこれを止める手段は残っておりません。福井県立大学ベクトリーフォーメーションのスターダー、ここでホイッスル。失礼しました。2ダウンしまして時計そのまま時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして金沢大学エバーグリーン7点、福井県立大学ワイルダーズ11点で福井県立大学の勝利。福井県立大学ワイルダーズ優勝となりました。しかしまさに優勝決定戦にふさわしい両校の白熱した一戦となりました。両チームにぜひ盛大な拍手をお願い申し上げます。福井県立大学優勝おめでとうございます。惜しくも敗れましたが金沢大学北陸の名手として素晴らしい戦いぶりとその誇りある戦い見事でした。これより表彰式が行われます。両チーム整列お願いします。はい、ただいまに表彰式を行います。一同礼、勝利した、福井県立大学、代表1名お願いします。北陸連盟理事長より賞状の授与があります。優勝しました福井県立大学ワイルダーズに大学アメリカンフットボール部非チームは令和5年度北陸学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦において当初の成績を収められましたのでここを称します。令和5年10月15日北陸学生アメリカンフットボール連盟理事長森下智明、おめでとうございます。優勝しました福井県立大学ワイルダーズに優勝の表彰が行われました。
改めまして優勝おめでとうございます。以上をもちまして表彰式を終わります。一同で両校、しかしその決定戦にふさわしい見事な戦いでした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、一睡失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の楽しみを、続きを楽しみとしつつ、この配信本日はここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。多くの方々にチャット欄のメッセージもありがとうございました。お読みできず申し上げられませんでした。それほど白熱した一戦でした。本日の配信は北陸学生アメリカンフットボール協会の依頼を受けまして実現いたしました。その機会いただきました北陸学生アメリカンフットボール協会に感謝申し上げます。その配信を本日行いましたのは私、道楽やり茶でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。3 3 1 3 3 8 3 3 1